オクテットチャンネル。はい、どうもこんにちは。オクテットメンズアクションチャンネルのムンです。一言で言うとね、今年のオクテットは春ブルゾンがめちゃくちゃ豊作だと思います。ということでね、今回は各ねブランドの僕のおすすめの春ブルゾンを4つ持ってきたので、そちらをねご紹介していこうかなと思います。はい、ということでね、冒頭でも話したんですけど、春ブルゾンがかなり豊富だと思います。今年は春コートも豊富なんですけど、特にブルゾンかな、ブルゾンがとにかくね、いろんなバリエーションを含めてね、すごくいっぱいあります。今日ね持ってきてるブルゾンの他にも、例えばまあザロネの京都なんかはまあそれに値すると思うんですけど、そういったものも含めてジャケットとは違う意味での春のね、何かの羽織っていうものが非常に今年はね豊富だと思ってます。今回ね、その中でも僕のおすすめだなって思うねアイテムを4つブランド分けてね持ってきました。はい、今日はねそれを紹介しようかなと思うので、今年ね春にね、なんかこう新しい羽織一着欲しいなとか思ってる方だったりとか、まあ逆に春のね羽織っていうのはまあいろんなものがあるんですけど、どの辺なら自分着られるかなとかね、何が合うかなみたいなことを思ってる方は、まあ今日のねアイテムって全部ちょっとこうアイテム自体も違うので、まあその辺も含めてね参考にしてもらえたらいいかなと思います。それではね早速着ながらね紹介していきます。はい、ということでね、まずはこちらですね。もう何度かお見せしてるので、あ、これだなって思った方もいらっしゃると思います。はい、マッキーのねコーチジャケットです。これめちゃくちゃ売れてるんですよ。もうすでにね結構売れてて、黒とかもしかしたらないかもしれないぐらいなんですけど、今ね僕が着てるのはこうネイビーですね。これね、あの何がすごく秀逸だったかっていうと、まずねこの生地と付属からもう溢れ出る高級感っていうところですよね。コーチジャケットっていうと、年齢で言うとね、もしかしたら僕ぐらいのね、ちょっとこうストリートっぽいような子とかが着てるような、いわゆるちょっと若向けのアイテムというかね、まあ大人が着こなすのはなかなかいろんなね、スタイルとかシルエットとかね、素材もそうだと思うんですけど、まあいろんな事情でちょっとむずいなって思われるのが、まあコーチジャケットだと正直思います。けど、これはね、いい意味でそういうのを全てこう払拭したようなアイテムになってて、生地とこのボタン、キラキラだし、すごくこう高級感がありますよね。まあ上品なんですよね。それでいて、シルエットはね、程よいボックスっていう感じで、まあ別に極端に細いラインとかではないんですけど、しっかりやっぱりこう大人がね、着れるこう範囲内のサイズ感っていうのになってます。はい。とはいえ、まあコーチジャケットなので、少しカジュアルではあるんですけれども、例えばこうスウェットパンツとかと合わせたりしてもすごくいいし、これはね、パッカブルなので、まあご旅行とかで持っていくのも全然いいと思います。河川ベースの生地なんでね、その辺はもう水も含めてね、全然大丈夫かなと思います。ラフにさらっと羽織るには非常にのこう適してると思います。あんまりこうカジュアルすぎるのが嫌だなっていう方はね、今回このネイビーなんですけど、まあ例えばこんな感じで白のデニムとか、インナーはこうカーキのニットを今日は着てます。足元はスニーカーでもいいし、まあ革靴でもどちらでもいいかなと思います。一つこんなようなね、スタイリングとかで合わせてあげるとすごいね春らしいし、非常にやっぱりこう爽やかですよね。あとはこれまあ着回しもしやすいし、本当着やすいってところ、めちゃくちゃ軽いんですよね。一枚仕立てになってて、いろんなこう機能的な面ですごく春にね使えるこう要素っていうのがたくさん詰まってるし、それでいて意外とこう皆さんも多分持ってなかったところだと思うんですよね、コーチジャケットっていうのは。それもまた新しい、でも決してね着づらいアイテムってほどでもないので、そういった意味でも非常にこうバランスがいいかなと思います。あとね、個人的にはこれマッキンでこの素材でっていうのを考えたら、かなりコスパもいいと思うんですよね。はい、税込み6万9000円ぐらいとかなので、別に安くはないんですけども、でもねかなりコスパいい方だと思いますね。それも含めてこれ非常に売れてるんですけど、個人的にはネイビーもかなりおすすめです。ちょっとね春らしい雰囲気出したりとか、そういう時にはまあ黒もいいんですけど、ネイビーもいいかなと思います。はい、ということでね、コーチジャケットっていうね、ちょっとこうシャツっぽいようなっていう続きでね、これも襟付きのものを紹介したいと思います。はい、ムーレーの今年から入れますね、アトラスっていう新しいブルゾンになるんですけど、これかなりいいです。すごくいいです。はい、大きなさっきのコーチジャケットの違いとして、まあこれまあいわゆるこうシャツアウターっぽい見た目なんですよね。はい、なのでまあ襟付きでスナップボタンなんですけども、一つはさっきのコーチジャケットよりもシルエット、やっぱりムーレーですからね、非常に細いと思います。僕で今48を着てるんですけど、ちょうどいいかなっていうところですね。丈もやっぱ若干長いですね。ショート丈今逆にこう着てますけれども、これだったら裾どんなもの着ても大体出ないと思いますし、バランスのいい長さだと思いますね。であとはやっぱこれも生地がいいですね。はい、
ポリとナイロンの混紡の素材なんですけれども、動画でもわかりますかね、少し白っぽくフェードかかっているような雰囲気、ピーチスキンっぽい感じになってて、素材感もねちょっとそんな感じがします。普通のシャカシャカとは全然違う、なんか若干しっとりした感じなんですよね。ムレらしい生地なんですけど、むちゃくちゃこう高級感があるし、やっぱりこう独特な存在感がねありますね。はい。で、あとこれはもう合わせも多分選ばんなっていう感じで、だいたい何着ても多分上品になるかなとは思ってます。はい。僕だったら結局こうブラックデニムとか、まずブラックのスウェットとかは多分やりますね、てか絶対やりますね。うん。でもそれ着てもすごくこう相性いいと思うし、あとはやっぱりこう襟ついてるし、この雰囲気なのでね、ぜひこういったイージースラックスとかなんかそういう合わせもしてほしいなと思います。今日みたいにイージースラ履いて、中ね、コットンのね、ニットだったりとか、まあ、ロンティーとかでもいいと思います。そんな感じの、ちょっとこう、ラフなね、スタイルの中で、これを一枚羽織るっていうスタイルですね。こうすると、ジャケットでは当然ね、カジュアルになって、ある意味リラックスした雰囲気も出るんですけども、でもまあ、やっぱ抜けすぎないっていうところですよね。抜きすぎないし、程よく上品っていうのは、まさにドンピシャで、ズンとね、刺さると思うので、ほんとそういったスタイルがいいかなと思います。色味もね、バッチリですし、ポケットなんかもすごい面白いんですよね、これ。これね、ちょっとこう閉じてる感じじゃないですか。実はここにマグネットで止めるようになってて、実際ポケットなんか入れたりとか手を突っ込むときは、マグネットをね、スナップみたいにパチンって外せるんですけど、そういった仕様になってます。別になくてもいいっちゃなくてもいいんですけど、でもこれがあることによって、何も入れてないときに多分ここで止まるんで、綺麗だと思うんですよね、そっちの方が。ポケットがね、あんまこう膨らんだりせずにね。っていうのは個人的には多分あるかなと思ってます。はい。止めてみますけど、止めた感じも非常にいいです。こんな感じ、細いというかスッとしたシルエットなので、まあ僕の好きな感じですね。ここの両胸ポケットも結構デザインがねアクセントとして効いてるかなと思います。はい。こんな感じもありですね。一応ね、空張りとしてこのオリーブっぽいようなねグリーン、それからネイビーじゃないんですけど、もう少しね青いアイテムっていうのも取り揃えてます。そっちもね、なかなかこういい色、やっぱりこうムーレってなんか普通のグリーンでもちょっと違うし、ネイビーでもちょっと黒寄りなのかネイビー寄りなのかとかでいろいろあるんですけど、まあ非常にこう色の捉えどころというかね、バランスがいいので、そっちもねぜひ見てみてほしいなと思います。はい。ということでね、次から紹介する2着はあのジップアップのねブルゾンになってます。まずこちらです。はい。これね、いろいろすごいところがまあたくさん詰まってるブルゾンになってるので今から紹介するんですけど、見ての通りで、あのボンバージャケットですね、ヘルノのアイテムになってます。はい。最近ね、うちもあの MA1 とかもまあそれに近いんですけど、そういったねちょっとこう短い丈の少しこう膨らむようなまあブルゾンっていうのがかなりうちも豊富だし、まあ実際にこうブランドがねいろんなとこ出してるっていうことなんですけど、とにかくねこういう短いブルゾンはやっぱりトレンド的にも人気だしいいかなと思います。はい。これ一言で言うと上品なんですよね、結局は。まずね、こういう感じでちょっとこう下をね締めてみると、やっぱちょっとこうボンバージャケットらしく、横から見たら分かりやすいかな、気持ちこう膨らむようなシルエットで、あんまりこう緩くは見えてないと思うんですけど、意外とこう身幅に余裕があるっていうところはあります。なんでちょっと体型気になるなみたいな人にも結構おすすめできると思うんですよね。かなりこうスマートに無理なくね見せてくれると思います。はい。いろいろとね、ちょっとすごいところありますっていうお話ししたんですけど、まずね、生地です。はい。シャカシャカって感じの音が聞こえるかな？わからないですけど、まあそういう素材感なんですね。はい。でもね、これ実は表地、ウール100です。僕も全くわかりませんでした。はい。これウールなんだって感じですね。せめてコットンかなみたいな感じだと思ったんですけど、ウール100ですね。はい。ウール100の中でも、マッキントッシュとかね、好きな方はもしかしたら知ってるかもしれないですけど、あの、ロロピアナのストームシステムっていうね、すごく簡単に言うと、まあ、それぐらいね、嵐来ても大丈夫ですっていうぐらい、撥水とか、防水とか、汚れとかもつきづらいっていうウールなんですけど、非常にね、そういった機能的な素材です。特にこう、ストームシステムを使った、まあ、コートとか、そういったものが秋冬には非常によく出てですね、めちゃくちゃね、機能性もあるんですけども、やっぱりロロピアナなんでね、生地の発色とか、こう糸の細さとかがすごく良くって、大げさじゃなくて、ほんとカシミヤみたいなね、素材感だったりするんです。そのストームシステムで、このブルゾン。でも、まあ見ての通りで、全くこう、ウール感はないですね。はい。ほとんどもう、化繊に近いようなね、そんなこう、素材感になってます。なんでまあ、ウールだから鼻つちょっと暑いとかね、そういったことはもうほとんどあの、無視してもらっていいと思いますね。シンプルにめちゃくちゃいい生地使ってるっていうところ。
はい、とにかく高級感がある。やっぱロロすごいですね、これね。すごい着てて別に軽いんですけど、この素材感、高級感とか発色の良さとかもすごくいいし、確かに触ると普通の化繊のものとちょっと違う感じはあるんですよね。表面感が少しザラッとしたようなね、そんな感じがします。はい、この辺のリブ、袖もそうだし裾もそうだし、かなりね、強いと思います。はい、リブの感じが、袖も結構キュッとなります。別に苦しいわけじゃないんですけど、ホールド感がしっかりあるっていう感じですね。なんでまあこれ締めると膨らむんですよね。はい、ジップをちょっとね開けるともう少しこうスッキリと見えるので、この辺は個人的にはね使い分けで全然いいかなと思います。合わせとしてはこれも例えば僕のさっきのねシャーリング系のウールパンツとか、今流行りの進化系のパンツとかでもいいと思いますし、あとはこういうコットンパンツね、シンプルにデニムとかね、切れ目のちょっとコットンパンツとかと合わせてあげれば、着るだけで一気に大人のブルゾンスタイル、休日スタイルっていうのが完成するのかなと思います。とにかくね、いろんな機能が詰まってます。はい、あとねこれちょっとニットも合わせたんですけど、こんな感じでね、水色の裏地洒落てますよね。はい、非常にこういうの好きですね。裾のリブにねラインがあるんですけど、これも実は裏にあったりとかね、そんなような風になってまして、非常にね洒落てます。はい、一見めっちゃシンプルなんですけど、実はすごい洒落てるっていうね、そんなブルゾンになってます。はい、ということでね、最後はこんな感じでスウェードのライダースっていうところですね。スウェードのライダースと言いましたけど、まあ正直嘘です。はい、フェイクスウェードですね。タトラスの見ての通りシングルのライダース型のブルゾンになるんですけども、めちゃくちゃ精巧にできたフェイクスウェードなんですよね。何年か前にこの生地のブルゾンって実は入ってて、この時は確かパーカーとか MA1 っぽいようなものとかがあったような気がしてるんですけど、今回はね僕の大好物のライダース型ということですね。はい、まずねこの素材感めちゃくちゃいいっす。はい、フェイクとかそういうのどうでもいいですね。はい、非常に上質でしっとりして気持ちいいので、これがまあ本画であろうがフェイクだろうがっていう感じだとね正直思います。はい、正直な話ね、フェイクの分化繊なので水とか雨とかも含めて実は強いのはこっちですしね、そういった意味でも意外とこうレザーのやっぱりちょっと気使っちゃうなっていうところが腐食されていて、それでいてレザーに負けない質感っていうのはやっぱりいいですよね。プラスね、本革じゃない分、あと軽いです。はい。軽さもありますね。なんでそこも含めて非常に着やすいです。あと気持ちストレッチがあるっていうのも、本革のね、レザーのライダースブルゾンだとなくはないんですけどね、今時は。でも、やっぱりこっちの方が、それは軍配が上がっちゃうかなと思います。ジップとかはやっぱこう高級感抜群、中でキラキラですよね。すごくいいと思います。これは一応ブラックと、それから今僕が着てるこのベージュ。2色があるんですけども、どちらもねすっごく使いやすいと思ってます。はい、コーディネートなんですけど、いろんな使い方ができると思います。はい、両方ともライダースなので、僕のこうムニューでもライダース何回かやってますし、いろんなこう着方ができるんですが、まあちょっと今回は鉄板王道のスタイルをお見せしました。はい、ブラックデニムに白 T、 春ですけどこの場合はシャンフォートをね久々に履きましたね、サイドゴアです。はい、でまあこういうねベージュのスウェードのブルゾンっていう感じで、春感もねすごく出ますよね。とはいえ僕はやっぱ黒も好きだなとかもね思ったりもするんですけども、非常にこれ軽やかで、ライトブルーのデニムとかでもねぜひやってほしいなと自分としてはすごく思いますね。その辺も含めて、まあいろいろなスタイルがねこれもできると思います。最後はねライダースなんで、もう鉄板のアイテムなんですけども、一風変わったフェイクスウェードでとこもあって、なかなか新しいのかなと思うので、ぜひね気になった方はこれも見てみてほしいなと思います。はい、ということでね、今回はこんな感じで春ブルゾンをご紹介させてもらいました。はい、とにかくですね、今年のオクテットはね春ブルゾンが豊富だと思います。なのでね、いろんなこうブランドからいろんな形の春ブルゾンっていうのがねすごく出ているので、ぜひね気になった方はちょっとこうジャンルごとにね分けながら、まあ、見てみてほしいなと思います。よろしくお願いします。はい、というわけでね、僕たちのチャンネルはこんな感じで毎日8時に動画を更新しています。ぜひねチャンネル登録、それから高評価の方よろしくお願いします。あとですね、コメントも待ってます。お願いします。はい、ということで M でした。バイバイ。